はい、花なめのポンちゃんです。ポンちゃん、きれい。朝日が、なんと台風がですね、もう、名古屋あたり来てるのに朝晴れています。これはこれから降るのかちょっとわからないですね。予報は曇りのままですね。で、お花を朝窓にやろうかなと思ったら、ほら、ちょうどポンちゃんにお似合い。バラはどうですか？ポンちゃん、邪魔ですか？かわいい。でもちゃんとカメラ見るね。ポンちゃん、かわいい。ポンちゃん、ポンちゃんはこんなのいいかな？ポンちゃん、赤い実が似合いそうじゃない？ポンちゃん、赤い実。あ、嫌だった。はい、わかりました。あ、でも逃げない。花をデザインしていきましょう。ポンちゃん、ほら、ポンちゃんこれ似合うんじゃない？じゃんくん、はい、じゃんくん。色の濃淡の淡白っぽく先にやろうかな。白一つ入れて、いいね、いいね。この黄色だけがいつもこう自己主張するので、これ後にしようかな。この小ぶりのピンクを、ちょっとポイントにして、ちょっと素朴な感じ、いいかな。あ、これがね、いつもちょっと悩みどころなんだけど、この形で。やっぱり端になるかな。赤いのがちょっとこの辺に来ると、この派手めのでかいバラですね。これはちょっと全体の流れから外れたところに持ってきて、ここにもう一山なんか作る感じにしますね。やっぱりこう黄色のこの主張の強いやつはこの辺にドンと持ってくるか。この山をこういうので飾って、下はそうか、何もなくなっちゃう。血圧計が映っちゃってる。この辺ちょっと、はい、いただき。でこれが意外と好きなやつなんですが、全体の、暖色系の中にこれだけ、ブルー、これをいつもね、どこに置くかが最後ちょっと楽しみなんですね。意外と真ん中あたりにガンと持ってきても面白い。はい、出来上がりました。素人のフラワーアレンジメントでした。噛んだ。